ただいまより第17回ニッセトグランドゴルフ交流大会開会式を始めます。5月17日18日の2日間、蓮城寺の南麓城辺球場でニッセトグランドゴルフ交流大会が開かれました。グラウンドゴルフは昭和57年に鳥取県で生まれ、子どもから大人まで楽しめるスポーツとして愛好者は全国で350万人に上ります。町内の愛好者も多く、健康づくりや選手同士の交流を深めてもらおうと大会は毎年開かれています。17回目を迎えた今大会には県内外から190人が参加。開会式では85歳以上の参加者13人の表彰が行われたほか、選手宣誓では上辺クラブの稲田選手の元気の良い声が会場に響きました。令和元年5月17日選手代表上辺クラブの稲田です。ありがとうございました。試合は個人と団体戦が行われ、団体戦では8ホール3ラウンドで最も打数の少ないチームが優勝になります。成績上位のチームや個人には今が旬の愛南町の特産品がプレゼントされました。最後までみんなができることですね。他の種目は負けたら帰っていくですね。姉妹までできない。これはもう最後まで全員ができますから、それが楽しいですね。グラウンドの青々とした緑の芝の上、参加者らはホールインワン目指して競技を楽しんでいるようでした。